はい、皆さんこんばんは、シマリスです。今回は前回足りなかった、5本の歪んだ線からなる文様、これにね関するアイテムをまた異界で探していこうと思います。よし、行こう。探すか、じゃあ全部踏んで、全部踏んでとか言って、いやもう行けるとこなんかないよな。あれ、あ、あ、ワープした。あれ、ワープした。この2択をひたすら行くってこと？はい。どういうこっちゃ。うわー、外れか。ここ、あー、あそこがスタートなのか。なるほどね。なるほどね。あ、これで中身を回っていくんだ、じゃあ。うわー、マジかー。はい。で、どっち向い、あ、こっちか。じゃあもう外れなのか。そういうことか。全選択肢を間違えずに行かないといけないんだ。これ大変な作業だな。イニシエか、これは。あ、オッケー。瞬殺終わった。行きますか、じゃあ。はい。ここは、こっち。ここは、外れ全部回ってもいいんだけど、ちょっとめんどくさいから。右手に見ながら、こっち。はい。さっき外したね。ここも右手に見ながら、あ、つのか。あれ？ここ外れなのか？あそこ外れなのか？はい。まっすぐ、ここ入る。ここは、ここだって、いや、こっちか。こっちに入る。はい。二択。右。来た。来た来た来た。あ、来たー。あー、来ましたー。冒涜的なまでに不気味な色合いの書架がある。書物を持ち出されないように、ん？書物を持ち出されないようにという意味合いだろうか。その書架は鎖で厳重に封をされており、書架の側面には怒りに任せて書き殴ったかのような乱暴な筆跡が残っていた。怒りの文字は君たちには理解できようもなかったが、その筆跡からこの書架に収められた書物の中には、この異界の住人たちにとって肉肉しいであってる、これ肉肉しいものが含まれていることは容易に推察できた。君たちは邪神につながる手がかりを求めて、その書架の鎖を破壊し、書物を改め始めた。やがてひときわボロボロに朽ちかけた書物の中に、歪んだ五芒星型の紋章を描いた糸細工が埋め込まれた羊皮紙のページを発見した。何らかの魔術的な価値があるものかもしれない。君たちはそのページを破り取り持ち帰ることにした。歪んだ五芒星を手に、あ、これか。うわ、じゃあさっきのさ、あのキリルの下りはめちゃくちゃ偶然だったんだ。そういうことか。キリルの下りは全然もうあれだね、たまたま解けたんだ、あれ。お、あ、そうだそうだ、これなんかあったっけ、あったよね。あ、持ってないんだ。持ってない。これじゃないよ、まだ。よしよし。はい、帰る。よし。よっしゃ。では、早速、王城に行きましょう。王城に行く。第一王女ユウには、喜んで君たちとの面会に応じた。
あなたたちが無事に戻ってきてくださって嬉しく思います。それで早速ですが、異界探索の成果はこれらの品々ですね。君たちは第一王女の前に、異界で手に入れた3つの魔術品を並べていた。歪んだ五芒星型をした糸細工の紋章、燃え盛る瞳を思わせる宝玉、ムナールの灰白色の石である。読み方合ってるか。あなたたちが異界を探索してくれている間、私も五分の錬成方法を調べていました。私の読んだ文献と、あなたたちが異界で手に入れた情報を照合すると、それが正しい情報であればリーナをなんだっけ、これはぶらかしただっけ、邪神のいる、場所への道を開くことができると思います。はぶらかした、そそのかした調べたんだけどな。この品々をお預かりさせていただいてもいいでしょうか。これらを素材にして彼の邪神の力を抑制し、またその居場所への道を開くこともできる僕を錬成しようと思うのです。すいませんが、また日を改めて城へ来てください。あれ、君たちは王女の言葉の通りそれらの品を渡すと王女を後にした。はいはい、あ、まだ数日後ですか。数日後、君たちは第一王女に呼び出され、再び王女へ出向いた。お待たせしました。できました。これが邪神を打つための鍵となる五符です。ムナール石に歪んだ五芒星の紋章を埋め込み、その中央に炎の瞳を配した五符。王女が差し出したそれを君たちは確かに受け取った。見れば、王女は疲労の色が濃く、目の下にクマもできていた。それほどに五符の完成を急ぎたかったのだろう。その五符を異界の叱るべき場所で使ってください。彼女神はどこにでも存在しながらにしてどこにもいないとされ、きっと時間的空間的に遮断された場所から深みの見物をしています。その五符があれば邪神の力を抑制し、遮断を破ることができるはずです。また身につければ死を遠ざけ、邪神から身を守る効果もあります。お、すごい。装備しよう。改めてお願いします。かの異界の邪神の手からリーナを取り戻してください。もはや頼れるのはあなたたち以外には誰もいません。そして、どうかあなたたち自身も無事に帰ってきてください。あなたたちも今となっては私の大切な恩人であり友人ですから。王女の願いを聞き届けた君たちは、古の証が刻まれた五符を手に王女を出発した。この冒険に終止符を打つために。はい、というわけで、五符をもらいましたね。ちょっと見てみよっか。これが古の証。邪神からのダメージ半減、即死耐性。ということは、これ即死をしてくるのかいそんなことない。いや、即死はやばいっしょ。邪神からのダメージ半減ってことは、すごいな。邪神からのダメージ半減はね、どうする？猫ちゃん。猫ちゃんに渡しとこうか。あれ、即死か。即死はモコモコの方がいいな。即死はね、装備する。はい。はい、装備した。OK。すごいな、もう。王国の、この王宮か。王宮の、神器。慈愛の聖杯と、古の証を装備してる。いや、この子死んだらもう即死直せないから。よっしゃ。では、行きましょうか。もう場所はね、分かってるんだよね。ほい。ここでしょ。そこでしょ。目の前の。行こうか。ここ。得体の知れない鉱物で作られた、おそらくは何らかの、じゃあ何かの祭壇であろう台座がある。握り拳ほどの大きさの何かをはめ込めるような穴が開いており、そこには古の証を刻んだ五符がぴったりとはまるようだった。君たちは台座の穴に五符をはめ込む。すると、金切り声にも似たおぞましい音が響き渡り、やがて祭壇の真上に位置する虚空には、ゆっくりと空間の裂け目が生じ始めた。その裂け目はどこへ続いているとも知れず、覗き込めば虚無を思わせる暗闇だけがただ広がっている。空間に開いた裂け目の奥からは、重なり合うように嘲笑う二つの声が聞こえてくる。一つは少女のもの。あ、リーナちゃんだ。もう一つは得体の知れない、しかしこの世にあってはならざるものだと直感的に確信できるものだ。この先にいる何者かが、諸悪の根源であると君たちは確信する。そして空間の裂け目へと君たちは飛び込んだ。はい、うわ。怖っ。無音。マップあるこれ。邪神の座。マッピングとかさ。
マッピングできないこれ。一応マッピングしようか。怖いけど。わ、一本道だこれ。わ、怖っ。進んでることかもわからん。ちょっと待ってね。マッピングさせてね、先に。こういうとこに、よし。写真の差完璧だね。OK。では、いきます。せーの、ドン。ん？あ、これリーナか。長い通路を抜けた先には、黒衣をまとった第二王女がいた。物好きな連中ね、わざわざ異界まで追ってくるなんて、お姉様の差しがね、まさかどんな願いでも叶う報奨だなんて、私が適当に言ったことをまだ信じているわけじゃないでしょう。邪悪に嘲笑う第二王女は、君たちにかつて古城の探索の触れを出していた頃とはまるで別人だ。君たちのうちの一人が誰だ？と言いかけた。何の目的であのような偽りの触れを出し、多くの人を騙したのかと。大王女は一瞬だけ眉を潜めると鼻で笑って答えた。ふんってことね。目的？あの忌々しいお姉様とその取り巻きどもを苦しめてやることよ。私よりほんの少し早く生まれただけの双子なのに、いつも私より優れていて美しくて人から愛されて、その陰で私がどれだけ比べられて、貶められ蔑まれていたか、合ってるかな。そんな私に異界の神様が教えてくださったのよ。お姉様を欺き苦しめ、逆賊に貶め、お姉様をもてはやしていた連中も手のひらを返すような策略をね。あ、ちょっと読めなかった。見事、お姉様は術中にはまってくれたわ。私が悪魔付きだという噂を立てられないようかばうため、そして異界の者たちの侵入を防ぐため、わざわざ秘宝を持ち出して古城に立てこもった。はためには、自分が異界の魔物を召喚したと見えるように振る舞ってね。楽しかったわ。おぉ、ちょっとすごいな、この妹は。胸が、これなんだ？胸がなんと開くような、本当に気分だったわよ。あのお姉様が反逆者扱いされて、お姉様を持ち上げていた連中が黙り込む様子は。本当はそのまま私が王位を乗っ取ろうかとも考えていたんだけど、お姉様がくたばったところを見たらつい興奮して、計画を台無しにしてしまったわね。興奮したから顔を踏んづけたりしたんだよ。最低だな、本当に。まあいいわ。だって、本当は私が黒幕でしたってぶちまけてやった時のあの越見の間の空気最高だったもの。いやもう、ねえ、いたたまれない。いたたまれないじゃないか。まあ凍りついたんだろうな。それは本当に第二王女の意志なのか。第一王女がかばってくれることを前提と考えていたのは、姉が愛してくれていたことを感じ取っていたからではないのか。君たちの中の誰かがそう言った。お、誰だ、言ったの。第二王女は顔をしかめて答えた。鬱陶しいのよ、今更そんなこと。私には異界の神様がいる。私のことを誰よりも理解し、そして救いの手を差し伸べてくださった方が。だからもう戻れないのよ、と。第二王女は、血煙。やってるかな？にも似た正気をまとい、君たちを排除せんと襲いかかってきた。モンスターが現れた。モンスターだよね、もう。はい、リーナ。じゃあ。では、この子はブレスはやらないけど、絶対に呪文を使うから。はい。はい。はい。あ、ちょっと待って。先に補助をかける。物理攻撃をまあしてこないとして、基本的にはね。で、沈黙。はい。はい。いいよ、テツコ。猫ちゃん頑張れ。はいはいはい。はい、これで、全属性耐性。ほい、よし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 。あ、オッケー。とりあえずね、有利に終わりました。猫ちゃんにかける、はい。攻撃回数 1.5 倍。あ、そうするともうあんまりやることが、ないと言ったらないんだが。はい。よしよし。テツコ早いよ。うわうわ。よしよし。心臓、これ即死しますか？即死しないだろうな。AC-4。戦う。で、一旦全部入ってるから、ちょっと隙に沈黙はやっとくか。怖いし。はい。よしよし。はい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 。よし。よしよし。大丈夫。いける。とりあえず呪文が復活するまでは、これで、様子を、
よしよし。はい。うわ、怖いなぁ、もう。ほぼマイナスで大丈夫。全属性耐性はちょっともう、この次もボス絶対いるから。はい、これだ。よしよし、いいよ。はいはいはい。よしよし。はい、あ、危ない。よし、あ、大丈夫大丈夫。全然大丈夫だ。命中があと1ターン。攻撃回数があと4ターンあるから。プラス3とかやばいな。命中を上げる。はい。よしよし。おー、でも強っ。やば。あ、これ、重ね掛けできないのか。あ、重ね掛けされてるね。されてるされてる。あ、いけるいける。これはいけるぞ。はい。まだかかってるってことなんだ。よし、オッケー。いや、問題なく。問題次だね。リーナ第2形態とかあるか。よし。激闘の末、第二王女リーナはムクロとなって君たちの足元に転がった。あ、もう殺したんだ。ついぞ負けを認めることも、心を改めることもなかった彼女に対しては、無慈悲な刃を振るうより他に選択肢はなかった。まあでも、ね、連れて帰れれば生き返らせられるからね。ずれ落ちた第二王女の背後で、巨大な存在がゆらりと動いた。それが笑っていることを、君たちは本能的に理解した。これ、ラスボスか？君たちは、なんだこれ。君たちは、立然たる思いで、その巨大な存在に目を凝らし、静止した。大小幾千もの人、獣、未知の存在を、無秩序に組み立てた、言いようのない姿をしたそれは、いくつもの頭部を持ちながらにして、そこには一切の表情がないどころか、目も鼻も口もない。無謀の顔をたたえていた。それでありながらにして君たちは、おぞけを催すような無数の不気味な視線が突き刺さっているような矛盾した感覚すら覚える。這い寄るようなおぞましい音を立てて君たちに近づいてくるその存在が、月に向かっていななくような声を上げると、なぜだか君たちにはそれが嘲笑の声であることが察せられた。やがて、君たちの頭の中に混濁した思念が流れ込んできた。それは明確な言語の形をとってはおらず、感覚でのみ感じ取ることができるものだった。二人の王女の心のすれ違いを利用して第二王女をそそのかし、多くのものを巻き込んで共に狂った運命へと誘ったことに、端を発する愉悦、狂気、快感、嘲笑、そして自己満足。君たちは理解した。この名状しがたき偉大にして邪悪なる存在は、ただ己の快楽のため、言うなれば遊びのために、精神の門を通じて遥かな深淵の彼方より、第二王女をたぶらかし、その運命をもてあそんだのだ。それも、幼い子供が遊びで小虫を踏みつぶすのと何ら変わらぬ感覚で、小虫であってるこれ、焼酎まあいいか。はい。君たちは武器を手に取った。かの冒涜的なる存在を撃つために。よし、行こう。邪神、ニャルラト、ホテプ。よし、絶対にブレスを使ってる、こいつは。ブレスを使ってるから、ブレス無効化をまず戦う。AC も下げたいところなんだが、攻撃回数が先。で、一応沈黙を入れる。はい。猫ちゃん、早い。よし。オッケー。褒められなかった。障壁、よしよしよし。ブレスさん。よし。来た。おい。えぐ。これ。しかも、モコモコ狙ってくるとか。こいつ分かってるな。これやばいぞ。ブレスは使ってもらいましょう。で、AC をまず下げようか。耐性先つけるか、これ。やばいやばいやばい。耐性をつけて、全開。間に合うよ。よし。よしよしよし。とりあえずね。はいはい。全体勢つける。はい。こいつ、回復回復回復。よしよしよし。危ねえ。まさか、ついた方があんだ、これ。うわぁ。これ、魔法封じないとやばいな。いやぁ、どうする？どうするというかね。まあ、プレスはまだやられてないから。弱い。よし。よし。プレスは無効化してる。よしよしよし。わしの。即死だな。これは即死だな。で、麻痺直しをする。はい。
よしよし。よしよし。危ない。よし、いいよ。弱いな、ちょっと。大丈夫。よしよし、オッケーオッケー。とりあえず大丈夫だな。大丈夫。ブレス障壁あります。耐性があと1ターンずつ。リモが絶対になきゃまずい。全力沈黙。全力沈黙。いや、なんかさ、使えないのこれ。あ、そうだ。あ、来た、これ、AC。忘れてたよ。危ねえ、よかった、思い出して。これ、第2形態あったら、大変なことなんだが。変な。第2形態あったらね、大変なことなんだけど。攻撃は2人に任して、はい。はい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 。はい。はい。よしよし。この麻痺がやばい。おい。それもこもこ。もこもこ毎回食らってないか、麻痺。もこもこは絶対回復しないといけない。回復がやばいな。回復が追いつかなくなってくるかな。はい。よし。はい。猫ちゃん頑張れ。よし。あー、びっくりした。危ない危ない。大丈夫。ボスと戦う。もう、AC をもう一回上げる。何やる今。攻撃回数、命中。あ、全部、OK だね。戦う。沈黙入れてるじゃん。おい、効かないな。これやばい。お、強い。よし。なんだなんだなんだ。大丈夫だ。よっしゃ。通常攻撃はね、デレ行動ですよ。通常攻撃が出れ。これ入らないなぁ。いや、でもやるしかない。これが一番やばいから。よし。お、いいね。よしよしよし。くぅ、やったやったやった。追加効果、炎追加効果なし。これもちょっとやっていこうか。水耐性、炎耐性、風耐性で。ほい。回復が必要な時はやればいいから。ダメでした。はい。あとは。あ、これ OK だ。ペスコメインアタッカーのペスコ。石回復は全体中回復。治療法は一応物理耐性やっとくか。一瞬直さないといけないかな。よし、おも強い、強い。よしよし。はい。はい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 。はい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 。物理。大丈夫大丈夫。もうこんなのさ、やってる場合じゃないんだよ、本当に。よし。強っ。さっきも100言ってたから。よし、いいよ。はい。あ、大丈夫。あ、オッケー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 。いけるいけるいける。だいぶ今、もう AC 上がってるから、相手が。特殊。さえ来なければ。沈黙か。やることなかったら沈黙。あ、いいよいいよ。いいよいいよ。はい、ダメでした。はい。よしよし。あ、いいよいいよ。チューでいくのはいい。おい。はい、風。展開、はい。おっしゃー。さあ、第2形態があるかどうかです。倒した。帰ればいいのかな、これ。帰るよ。倒しましたが、大丈夫か、これ。まあ、HP 回復してるから大丈夫だ。おお、直帰した。では、報告にお城に行こうか。せーの。君たちは見事、異界の邪神を打ち果たして、この世界に帰還した。第二王女リーナの亡骸は直ちに神殿に送られ、総力を挙げて蘇生の儀式が執り行われた。あ、持ってきたね、ちゃんと狙える。蘇った第二王女リーナは、すぐにおえつを挙げて落雷し始めた。第一王女ユーニは、何も言わず妹を抱きしめ続けていた。やっぱちょ、地震来てる、地震。大丈夫？邪神を倒したから。この世界にまで影響が来てる。はい。
ごめんなさいお姉様、本当にごめんなさい。私本当は悪いことをしているってずっと自覚していました。いやそりゃそうだろ。でもお姉様に嫉妬していたこともこれまでずっと苦しかったことも本当で、気がついたらもう取り返しのつかないことになっていて、だからもう怒りの神のもとで生きるしかないんだって思ってしまって、うんもううんとしか言えないな。あそこで吐いてたセリフを聞くとね。おえつが止むまで姉妹は抱きしめ合っていた。長きにわたって双子を隔っていた圧力はここにようやく氷解したのだ。それからしばらくして病床に伏していた国王の回復が国中に大々的に報じられた。合わせて第一王女ユーニが秘宝を盗み出して古城に立てこもり、異形の怪物を呼び出したとされた事件は全くの無実であり、すべては第二王女リーナを脅迫し傀儡としていた族徒による狂言であったと伝えられた。リーナはその数日後、友の者もなく一人王城を立っていった。え、もう私にこの国の王族を名乗る資格はありません。この国を回って行く先々で奉仕活動をして犯した罪の分だけ償いをして生きようと思います。そして十分に生きたらどこかの地に骨を埋めることになるでしょう。さようなら冒険者の方々、本当にありがとうございました。彼女はそう挨拶の言葉を残して君たちの前から去っていったのだった。それからほどなくして君たちは再び王城に招かれた。とはいえ国家と王女を救った英雄としてではない。それも無理からぬことである。一連の事件が解決したことは詳細を伏せて国民に知らされた。君たちが邪神を討伐した事実はごく一部の近しい人を除き誰も知らないのだ。だから君たちが招かれたのは謁見の間ではなく第一王女の資質だった。いやもっとすごいけどねそれはね。こんな場所でごめんなさい。本当ならあなたたちのことはどれほど手厚くおもてなししても足りないほどなのですが、あ、まあ国賓としてとかそういうことだね。ユーニは君たちを迎えるにあたって手づから紅茶を入れてくれた。当初歌われていたどのような願いでも叶うという報酬に比べればささやかなものだが、これも決して悪い歓待ではない。今日呼びしたのはあなたたちにこれを渡すためです。そう言ってユーニが見せてきたのは人数分のピンバッジだった。司祭はわからないが美しい貴金属で作られており、中央には古の証を模した星型の模様が刻印されている。このバッジはあなたたちの功績を称えて作ったものです。これを持っているものを国賓として扱うようにしますので、何かの機会にはぜひこの城を訪ねてきてください。そう言うというには君たち一人一人の服の襟元にバッジを取り付けてくれた。あなたたちのおかげでこの国に平和を取り戻すことができました。父も病床から回復しましたし、リーナは旅立ってしまいましたが本人の望んだことですからね。私はあの子が満足な生涯を送れるよう遠くから祈るだけです。あなたたちがいなければリーナと和解することはきっとできませんでした。本当に何と感謝の言葉を送ればいいのかわかりません。その厚かましいかもしれませんが、これからもあなたたちのことを私の大切な友と思っていいですか。君たちの冒険はこうして終わりを告げた。この国には君たちにまつわる冒険の記録はもうない。一説には第一王女の近衛兵になったとも、別の冒険の中で死に果てたとも、他の大陸に渡って国を起こしたとも言われている。その真実は君だけが知っている。ゲートオブゾディアック思想の創世記巻。はい、というわけで無事クリアできましたね。いや、さすがにね、ラスボスは強かったね。というか、第二形態がなくてよかったね。いや、強かった、強かった。はい、というわけで、このシリーズももう結構20何パートに、今なってると思うんですけど、無事ね、完走できました。ご覧いただいた方はありがとうございました。まあ、このゲームをね、始めるきっかけになったのはね、ツイッターで、まあ、ちらっとね、見て、まあ、そこからダウンロードしてやり始めてっていうのがね、まあ、始まりだったんですけどね。まあ、無事、そのね、作者様の方もね、まあ、動画にコメントいただけたりとかしてね、まあ、一緒に楽しんでもらえたらいいなぁと、もらえたのならいいなぁと思います。で、まあ、ウィザードリー系というかね、もうこういう、ダンジョンのね、探索型の RPG、
をね、まあ、またこの後もね、引き続き何か別のものをやっていこうかなと思っていますので、まあ、ウィザードリーがね、好きな方、ウィザードリー系というか、まあ、あと世界樹の迷宮とかね、そういうのがね、好きな方は引き続きね、見てもらえると嬉しいかなと思います。無事、完走まで、プレイできました。皆様のおかげでありがとうございました。と、いうことで、まあ、この動画に限らず、この動画シリーズね、まあ、よかったなと思う方は、高評価、グッドボタン、あとはチャンネル登録、引き続きね、他のゲームもやっていきますので、よかったらぜひよろしくお願いします。あとは、Twitter もやってますので、下のね、動画の概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらね、フォローしてもらえると喜びます。よろしくお願いします。というわけで、この今回の動画も、あとはゲートオブゾディアックのこのシリーズもね、最後までご視聴いただきまして、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、次のね、他の動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。